もこんにちは、ヒーローです。今日の動画は我が家のハッピーワンのオプション、そしてハッピーワンに実際に乗ってみてどうだったかについて話していこうと思います。これからハッピーワンを購入しようと考えている人も、すでに購入している人にとっても少しでも良くなればいいと思います。それではどうぞ。まずはうちのハッピーワンに搭載したオプションを紹介いたします。今回はあくまで私がどういったオプションを契約したのか、そしてそのオプションの使い勝手どうだったか、使い心地がどうだったか、このあたりについてお話ししていこうと思います。今回紹介するオプションは私が契約した段階で設定できたオプションになります。ムーンスターの社長によると、スターに乗っている皆さんの意見を参考にして、オプションの品質向上や新しいものを検討し導入していく考えをお持ちです。今後さらにより良いオプションが導入されることもあるので、もしかしたら現在ハッピーワンに搭載できるオプションの商品とは異なる可能性があります。実際にどういったものが導入できるのか、もし気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひ JP スターの直営店もしくはムーンスターさんに直接お問い合わせいただけると幸いです。さて、それでは早速紹介していきましょう。まずは数ある軽キャンピングの中で、どうしてこのハッピーワンを契約したんだろうか、何が決め手になったんですかと聞かれたら、まず私がこちらを挙げさせていただきます。そう、それはエアコンです。暑いのが苦手だということがありまして、様々ある軽キャンピングカー、とてもみんな魅力的なのですが、いろんな方の話を聞いていると、やっぱり一番苦労しているのは居住部分のエアコンが困るという話がすごい出ていました。確かにそこはすごい私も気になっていたのですが、 JP スターには高性能のエアコンがついております。納車直後はまだまだついなって思うようなことがありました。しかし実際にこれをつけてみると、本当にあっという間に車内が涼しくなって、空間になるので、お風呂上がりだったとしても涼しい部屋で過ごせる、寝苦しい夜もすごく快適、もう本当にこれは重宝いたしました。私自身は夏の終わり頃に契約したので、一番本番の時期は過ごしていないのですが、また来年夏本番になったらさらに活躍するのではないかと楽しみにしています。続きましてはこちら FF ヒーターです。現時点ではまだ FF ヒーターを必要とするような場所に行っていないので、 FF ヒーターの実力がどの程度のものなのか、まだそこまでは判断はできないのですが、一度試しにつけてみたところ、車内は10分もするととってもあったかくなりました。今後寒い季節が近づいていく中で、暖かい車内で車中泊を楽しめるんだなと思うと、とってもワクワクしました。実際にどの程度の能力があるのか、今度寒い場所で試してみたいと思います。1点だけ気になるところがあるのですが、降りる際お尻が当たってしまったようで、知らない間に FF ヒーターが起動してしまったことが一度だけありました。この時はトイレに行く用事だけだったので、戻ってきてからすぐに気がついたのですが、この点だけは気をつけなくてはいけない点ですね。続きましてはこちらの冷蔵庫になります。冷蔵庫は大型と小型、この時点では2つ注文することができたのですが、私は大型の22リットルの方を注文いたしました。実際使ってみるととっても冷えます。スーパー銭湯などから戻ってきて、冷たくてキンキンに冷えた飲み物を飲めるというのは本当にありがたかったです。ただ元々の設置場所に置いておくと、どうしても熱がこもってしまうという関係でエラーを起こして止まってしまうということがありました。この点に関してはこれから先アップデートされているかもしれませんね。基本的に使用する際は出して使用するようにしていました。
ました電気消費も少ないという方ではありません。ガンガン回しているとそれなりに電気を消費している時がありふと気がつくと残りの充電が赤にまでいっている時があったのでこのあたりも注意が必要かもしれません。電池はリチウムイオン電池に変更いたしました。リチウム電池に変更した理由としてはなるべく車内の重たさを軽減したかったということ、そんなに持たずに故障してしまい鉛蓄電池があまり長く持たなかったという話を聞いたことがあったからです。電力もそれなりに欲しいという思いもあり値段は張りましたがこちらに変更いたしました。使用している感じでは電池が足りないということもなくこのバッテリーで鍋や電子レンジを動かしています。車内のリチウム電池1つとサブバッテリーぐらいが2泊3日ぐらいの旅にはちょうどいいのかもしれません。私はコンセントの追加をしました。コンセントの追加、これは必須かもしれません。大変重宝しております。我が家のハッピーワンではテレビの下に2つ、コンパネにも2つ追加いたしました。どちらも使用頻度がとっても高く使い勝手が良いです。コンパネに追加したコンセントは外でこれから先キャンプをする人にとっては外でも電気が使えるためとても重宝すると思います。また私の場合はモニターで Fire テレビを使って YouTube を見るなどすることがあります。その際コンセントが別に必要になりましたのでこれも非常にありがたかったです。換気扇は契約ギリギリまで装着するか悩みました。天井部に穴を開けるような形になるので耐久性など気になるところもありました。しかし実際導入してみて結果的には良かったなと私は思っています。車内で鍋物や何かしら調理をする際に換気扇の存在非常に重宝しました。クーラーをつけることでもないけど少し蒸し暑いなという時も換気扇を少し回しておくだけで快適に過ごすこともできました。ただ反面上部のロックが固く汚れがついてしまった時清掃が難しい印象があります。このあたりは今後のアップデートに期待したいところです。長距離運転を良くする我が家にとってETC は欠かせないものです。 JP スターのオプションで搭載される ETC はバージョン1のものです。高速道路での使用の面では特に違いはありませんがバージョン2のものは現在だと圏央道の割引サービスや対象の道の駅を利用する際に一時停止扱いとして高速道路を継続して利用したものと同じ扱いにするサービスなどがあります。しかしこの辺りを受けることができません。もしこの辺りのサービスを利用したいなとお思いの方はオプションで契約せず自分で ETC のバージョン2を装着する必要があります。その他キャンプ場や海でも活躍する外部シャワーやフルセグチューナー分割クッションなどのオプションを契約いたしました。どれも非常に便利で契約してよかったなと思っています。これはオプションではなくどの車にも標準装備としてついているものなんですが後ろについている外部のゴミを入れる場所がとても便利でした。車中泊で何かご飯を作ったりした時に出てくるプラスチックやゴミどこでも捨てられるわけではないので持ち帰らなければなりません。しかしどうしても生物がついていたようなものとか生ゴミになってしまうようなものはあまり車内に置いておきたくなかったのでこういったものが標準で付けられているのはとても便利なところだなと私は思いました。標準装備の一つでもあるアンドロイドカーナビ、スマホに慣れていないとなかなかうまく使いこなせないかもしれません。スペックはそこまで高いものではないのですが使いこなせると JP スターでの旅の支えになるアイテムでもあります。今度 JP スターのアンドロイドカーナビに焦点を向けた動画を投稿する予定ですので気長にお待ちくださいませ。 JP スターハッピーワンに乗ってみて。私はもともと仕事で軽トラックに乗ることがありその高さも 2.48m と同じで感覚的には同じように乗れるだろうなと思っていました。しかし実際には車両の重たさやコンテナよりも若干大きな後方部の居上部といった違いで思っていた運転の感覚と違うものがありました。まずは速度に関して加速力には期待できません。これは多分多くの方々が想像できると思います。 JP スターハッピーワンは通常の乗用車よりも加速力がありません。実際加速しなくてはならない高速道路やバイパスの合流地点といった場所では
板踏みをしてもなかなか速度がたどり着かず気を使うことも多々ありました。ようやく高速道路で80キロを超えたと思っても少しの坂でどんどん減速してしまいます。速度を安定させるために場所によってはかなり踏み込まなくてはいけないことも多く、自分が想定している以上にガソリンを食ってしまうこともありました。ただ一般道でだいたい40キロから60キロぐらいで走る分には通常の乗用車とあまり変わらないなと私は思いました。確かに加速力は少し足りないのですが、一度法定速度に乗ってしまえばそんなに大きく踏み込まなくても大丈夫だなというふうに私は思います。なので高速運転という部分ではなかなか難しいかもしれませんが、下道だけでしか運転しないよという人にはあまり問題がないところかもしれません。私は速度の問題よりも風の影響の方が大変に思いました。ハッピーワンの横を大型トラックが通過するだけでかなり車体が揺れます。私のハッピーワンは元のタイヤにスペーサーをつけただけで、ショックアブソーバーやリアスタビライザーといったものはつけていません。なので足回りに関しては多分一番最低ランクの状態だということもあるとは思いますが、とにかく揺れます。風の影響をもろに食らってしまいます。なので新東名や山あいの横風といった場所でもハンドルを取られてしまうことになりました。運転にあまり慣れていない人や少し腕の力の弱い人にはまあまあこの部分でも気を使うことになるんじゃないかなと思います。実際長距離運転慣れている私でも腕の疲れを感じることがありました。今後ショックアブソーバー等を装着して足回りを固めていくとだいぶ違うかなとも思いますので、このあたりは検討していきたいと思います。これはハッピーワンに限った話ではないと思うのですが、ついうっかりしていると誰もがやりかねないことなので、注意喚起としてお話しさせてください。これは納車からまだすぐの頃の話なのですが、居住部の鍵をうっかりかき忘れてしまい、そのまま出発してしまったことがありました。その結果車の振動で扉が開いてしまうということがあったのです。これ本当に怖かったです。もちろんうっかりしていた私が悪いのですが、2つある鍵のロックの鍵が異なっていたため、鍵をかけたつもりでかかっていなかったということになってしまったのです。幸いこの時は交通量の少ない時間帯でドアが開いたことに気がついた直後に停車することができました。すぐに鍵をかけ直したので大事には至らなかったのですが、これが交通量の多い時間帯だったり高速道路やバイパスのような場所で起こしてしまったらと思うと本当に冷や汗が止まりません。いやいやそんなうっかりなんかしないよって思っていても、ふと違うことに気が取られてしまってうっかりしてしまうというのは誰もが起こし得ることだと思います。私もこれ以降は鍵が本当にかかっているのか毎回チェックを欠かさないようにしています。いろいろとマイナス点も言いましたが、ハッピーワンにはそれ以上に他のケーキ屋にはない快適な空間が広がっていると私は思います。私は2人旅が多いのですが、2人でも邪魔することなく広々と寝られる空間、バンクベッドの秘密基地のような空間、エアコンや冷蔵庫、FF ヒーターなど様々なアイテムで出なしてくれます。この快適感は一度味わうとなかなか普通の車で戻れないなんていう友達もいました。スピードや車の燃費、安定性を重視したいという方はそもそもキャンピングカーより一般的な乗用車の方が向いていると思います。時代いろいろと世話しなく感じる時もありますが、ハッピーワンならゆっくりとした旅路を改めて楽しむ余裕というものも生まれました。車中泊というものをただの仮眠する時間ではなく一つの楽しい旅の時間の一つとして変えてくれた素晴らしい車だと私も思います。長くなりましたが、まだ購入するか悩んでいるなという人、買うつもりはないけど経験気になるなという人も一度ぜひ見学してみてはどうでしょうか。一気にいろんな夢が広がると思います。ちなみに私は別に案件でも何でもないので単純に進めてるだけです。最後まで動画を見てくださってどうもありがとうございます。もしこの動画が良かったなと思ってくださったら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントなどいただけたら幸いです。これからも定期的にハッピーワンの動画上げていくつもりです。ぜひよろしくお願いいたします。